大オオワシは高木高かに属する鳥類の一種。本種のみで大オオワシ属を形成する。飛び立つ大オオワシ用型の猛禽類。平均的なメスは全長1 0 0トル、翼階長2 0 0トル、体重7 5キログラムに達する。オスはメスより小型で、体重は4 7 5ラム程度。爪の長さは1 3トルもある。体の大きさは、 フィリピンワシやオオワシと並び、猛禽類では最大の部類に入る。熱帯ウ林ンに生息する。植生は動物食で、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類などを捕食する。樹幹をすり抜けるように飛行し、獲物を捕らえる。時速65から8 0キロメートルで飛来する。カギ爪の衝撃力は1800ジュールに達し、そのエネルギーは、 一般的なアサルトライフルから放たれる弾丸に匹敵する。二年周期で繁殖し、高木の木の絵に映像する。メスは2本の白い卵を大きな棒の巣に産む。これは通常深さ1.2メートル、幅1.5メートルで数年にわたって使用できる。巣は地元の木の高さに応じて16から43メートルで通常はメインフォークのツリーの高い位置にある。 一ペアは三年ごとにただ一頭のヒナを育てる。孵化期間は約56日で、ヒナが36日例になると、ヒナは立ち上がって、ぎこちなく歩くことができる。ありがとうございます。